はい、はい、こんにちは、それで2222、ちょっと待ってね、あの何をしたいかと言いますと、はい、今回から始まった企画あるんですよね、ファッショニスタの珠玉の5選ですね。どうしても捨てられないこう一生もの の自分と大事なアイテムを5個厳選して5個紹介してもらおうというコーナーなんですけども、記念すべき第1回はですね、マリコさんになります。おいおい、細川マリコです。マリコさんです。ファッションの PR とかの会社を今やっていて、あとイエバンドゥっていう香水とかライフスタイルのブランドをやってて、うんうん、パルファムシャワーっていう 95% 美容成分で 1% 香料っていう顔とか髪とか全部に使えるプロダクトを今こういうのも作ってます。でこれ結構すごいいい匂いなの。そう、なんか結構使ってね、使ってる、うん、あの旅行の時とか、うん、そう乾燥するから、そうこんなのを作ったりとか、あと最近あのコスメキッチンなんか限定みたいな、こういうあのオーガニック 100% のパルファムシャワーも出して、うんうんおりますと、うん、マリコさんは多分あのスナップの回に出させてもらった、うん、そうだ記事の少ない、うん、あの彼女ですね記事量の少ないで、そんなマリコさんなんですけども、改めて珠玉の5選、うんうん、お願いしたいと思うんですけど、まず1個目は何でしょう、はい、これです。エルメスのケリーです。ケリー、はい、これ何色って言えばいいんだろうね。これね、なんか緑っぽい色なの。珍しいよね。そう、珍しい。これはどんなお話があるんでしょう。これは私なんかバッグあんまり興味なくて。あ、そうなの。そうなの。意外。手ぶらなのよ、うん、冬とか結構あんま物持たないし。あ、でもちょっとそのイメージある、うん、でかいコードバンみたいな。そうそうそう、でなんかポケットに入れたりとか、バッグそんな高いのを買ったりとか、うんうん、意外としないんだけど。これはじゃあなんで、ケリーとかバーキンは一個持っとこうっていうのがなんか若い時からあって、うん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 、37の時にそのファッション PR として独立をしたんですよ、うん、で最初にその、まあ、何個か仕事が決まって、うんうん、あ、毎月このぐらいお金が入ってくるんだっていうのが分かった時に、エルメスのケリーかバーキンがいいのがあったら買おうって思ったわけ、うん、でも独立記念みたいな。そう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 、うんうん、でただそのほらこういうのってお店に行ってもなんか出てくるものじゃないから、うんうん、お客でもないし、うんうん、と思ったらヴィンテージストアでこれがあったんですよ。へー、どこのヴィンテージストア。あそこ大会ものエヴァヴィンテージ。はい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 、うん、それで、まあ、当時の自分からすれば高かったけど買ってたんですよね、行きました。清水ですね、清水舞台だ。買ったんだけど、うんうん、まあ、8年とか経ってるけど、うんうん、もう結構ね汚れてきちゃってるけど、すごい使ってるから思い出深いですね、これは。てか37の時どうして独立しようと思ったの。自分がやってたブランドが結構伸びてたから、うんうん、いろんな会社からヘッドハンティングっていうのがうち来てくださる。そう、来てたの、うん、でも転職とかするとそのブランドしかできないじゃん。確かに確かに。でその当時やってたブランドも業務委託でやらせてもらえるかもしれないと思ってたから、うんうん、フリーランスになったら多分いろんなブランドができるなと思って。確かに。それでフリーランスになったって感じ。最初のクライアントとか誰だったの。伸びてたブランドっていうのはイタリアの MSGM ってブランドで、はいはいはい、まあ、レジーナピオとかね。あ、レジーナピオとか、あ、うん、あとねロベルトカバリとかやってたね。あの時頑張って買ってよかったなっていう。高いもん買った方がさ頑張ろうって思えるもんね、うんうん、じゃあ次は、うん、次は何ですか。これバッグです。あんまり赤つながり、そう持たないんですけど。おリュック。そう、あのプラダのナイロンリュック。18歳の時に18母親が大学を多分入学した時に買ってくれたの。へー、それはマリコさんがこれ買ってくれみたいな感じ。そうそう、で私うちって硬いんですよ割と。家が母親とか結構真面目な人で、うんうんうん、ブランド物とかそんな買うような人じゃないのよ。洋服を買うよりも額と食べ物にはお金をかけてくれる、うんうん、でもこういうものは母親買ってくれなくて、うんうん、大学入学した時に買ってくれたのこれ。だからその時ちょうどプラダのナイロンバッグめちゃくちゃ流行ってて、はい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 、これと、うん、あともう一個プラダのナイロンバッグとトートバッグをママが買ってくれて、もう一個トートバッグうちの母親まだ使ってる。すごいね物持ちがいい。物持ちいいね。すごい大事に思い出あるんだ。思い出があるし、うんうん、たまに使ってんの。へえ、でも状態すごいいいよね。そうなの、なんかジム行く時とか、うんうんうん、たまに使ってる。色がちょっと焦げ茶色っぽい。なんかあの時この色が流行ってたんだよね。あ、そうなの、黒じゃなくて、うん、そう。お母さん的にでもなんか嬉しかったんだろうね、大学生。そうそう、多分あのここまで育てあげたみたいな感じがする。そうなの。じゃあ次行きますか。はい、ちょっと今あんまり着れなくなっちゃったんですけど、はいはい、これミンクの。ミンクだ。コートです。すごい。そう、なんか今ちょっとね動物愛護ので、うんうん、あんまり着れなくなっちゃったんですけど、私20代
がほとんどアメリカに行って、アメリカの大学も出てるんだけど、うんうん、でそのアメリカの大学に行ってる時に仲良かった友達が40ぐらいの人、すごいおしゃれな人で、イタリア系アメリカ人だったかな彼女で、自分のお店とかもやってて、うんうん、ファッションが好きだったから、そういうなんか年が違く仲良くなって、私がその大学をアメリカの大学をそのシアトルの大学を卒業するってなって、うんうん、あのニューヨークで就職が決まった時に、うんうん、これをくれたの。へえ、くれんの。そう、へえ。でもこれなんかまだ逸話があって、その時25とか26かな、うん、だったから似合わないわけ、うん、あ、ちょっとまだ着られてる感が、着られてる感があって似合わなくて、うん、30代前半から半ばぐらいかな、オルセン姉妹がすごい好きでさ、私、はいはいはい、あのザローの、うん、でオルセン姉妹がザローを立ち上げたぐらいの時にのファッションがすごい好きで、うん、あの人たちミンクのコートとかにさ、ボロボロのすごい太いデニムに、うん、ペタンコのローファーとか履いて、うん、すごいでっかいバーキンとかボロボロのやつが持ったりとか、うん、あの格好に憧れて、はいはい、その時によくこれを着ていた。今ちょっとやっぱ動物愛護とかになってきて、うんうん、で自分もほらサステナブルのブランドとかも PR とかもやってるから、うんうん、なんかちょっとこういうものが着れなくなっちゃって。でも絶対さ、うん、いいものを長く使うこともサステナブルじゃない。そうなの、ね、うん、着てみてもらえますか。うん、着たい、見たい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 、ね、うわーかっこいい、もうかっこいい、こういう感じで、わーかっこいい、それもいいのよね。ねー、綺麗綺麗綺麗、でも大事に持ってる感じするね。そうなの。さあ、そして次は、あった、次はこれもう今ねやってないブランドなんだけど、なんて名前、ウィンドウ00っていう韓国なのかな、アントワープのあそこの、うんうん、あのなんだっけ、アントワープの王立学院の、あ、そうそうそう、うんうんうん、あそこで多分勉強してた人たちが6人ぐらい独立して立ち上げたブランドなんだけど、うんうん、ファッション関係のディストリビューターみたいなことやってる人がなんかこのブランド見つけてきて、うんうん、で絶対私好きだと思うから見に来たらって言ってみたら、すごいやっぱりいいブランドで、確か買ったのよね。これは結構肩パッド入ってますよ。そう、あ、結構長め、そう、結構長めなの。かわいい。え、ちょっと着てみます、着てみます、うん、まああんまりほらバッグを持たないからちょうどいいのよ、このポケットにボーンと入るの。そう、ボーンと入るし、うんうん、このちょっと長さもちょうどよくて、確かにここが細いんだけど、ここの肩パッドがすごいじゃん、うんうんうん、とかで、ちょっと半分こう腕を出してこうやって着ても、あ、絶対かっこいい、可愛い、絶対かっこいいやつ、一緒に合ってる。そう、ね、多分体型にもすごい合ってるし、うんうんうん、でこのブランド結構本当におしゃれだった。なんかこれマリコが着たぞ感あるもん。もうなくなっちゃったのが悲しいね。なんかでもインスタ見たら、うんうん、ハロー2024って書いてあった。ハロー2024ってことは、だからもしかしたら来年から再始動やるのかもしれないですよね。ベガがめっちゃ、そうなの、めっちゃ来る、ね、立ってる、めっちゃ来る、めっちゃ来る、ね、めっちゃ飛ぶね。多分これ来たからどっか出かけると思ったのかもね。あ、なるほど、行きます、私も行きます、そうそう、行く行くあれかもね。はい、思い入れのあるアイテムばかりなんですけども、ラストは、はい、最後は靴。おー、来たよこの高さ、この高さ、ほらほら、これなんかあのジャンビトロシーってあのイタリアのブランドなんですけど、うんうん、ここは木型がすごい合うから、あ、足にね、足に合うから意外と平気なの。でもまあそんな長時間あれだけど、意外と平気じゃないと思う。しかもこう刺繍もすごいよ。あー、かっこいい、龍龍、これいつ買ったのかな、2017か、うんうん、そんなにやっぱ履かないから、これは、まあ、これはね、日常じゃないよね。日常じゃないから、やっぱりなんかある時しか履かないから、やっぱ綺麗だよね。綺麗だね、しかも今年辰年ってことは、ね、いけるんじゃない今年。確かに縁起がいい、縁起がいい。靴がすごい好きで、20代前半の時からモノロブラニックとか履いてんの。強くない強い、ね、強くない、強くない、あのさすがのジミーチューとかを、なんかアメリカの最後のセールとかで安く出てるのをお金がなかったから、うんうん、そういう時に買って、うんうんうん、それをずっと大事に履いてたりとか、うんうん、で20代の本当に前半の時にあのアメリカ人のボーイフレンドがいて、うんうん、私があまりにも靴が好きだから、うん、誕生日プレゼントになんかその靴箱みたいなの作ってくれて、素晴らしい、すごくない、今思えば。ボーイフレンド可愛すぎませんか。パーティーとかそういう時だけたまに履いてる、うんうん、入れ墨入れるやつですよこれ。そうですよね、え、こんな出てんだと思いました、ね、え、確かなんかそれからインスピレーション受けたって言ってた気がする。入れ墨、うん、入れ墨から確か。今日紹介したアイテムってなんかルースみたいな、あとその基本となるスタイルみたいな、うん、
あ、欠かせないエッセンシャルズ。結構そういう感じ、エッセンシャルズって感じ、うん、まあプラダのあのナイロンバッグは今そんなに、まあ、あれは思い出があったから、はい、だけど、うんうんうん、まあエルメスのケリーとか、うん、さっきのあの黒の肩パッドの入った Windows00 のコートとかすごい自分っぽい、うん、やっぱさ、あの珠玉の五品は人を語るね。あ、うん、人間を映し出すなって、その人、うんうんうん、人その人となり映、はい、し出すなって思った。はい、マヤコさんの珠玉の5選、皆さんはどれが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらったらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。